今回は自由の表彰と買い浮き声はいいが迷惑この上ない、レイヴン氏に対するレイヴンの反応を紹介します。アーマードコア6のネタバレを含みますので、視聴に際してご注意ください。それではどうぞ。コーラルありますよ、いっぱいコーラルありますよ。ルビコンでコーラル再輸出してますぞ。ことごとく集まってくだされ。金、自由、暴力、この世のすべてを手に入れた独立傭兵レイヴン。彼が裏切り際に放った一言は人々をルビコンさんへと駆り立てた。惑星封鎖機構貴様さえ、貴様さえいなければ許さんぞ。強化人間資料621。え、まあでもそんな間違いでもないのが。封鎖機構からすりゃこいつのせいで毎日徹夜確定の状況になったようなもんだし、そう考えると殺意湧いてくんなこいつ。でも私が呼んだくらいで勝手に来た企業の皆さんが悪いと思いますし、まあ私もレイヴンじゃないですけど。完全に防衛戦やるつもりの装備で来た俺をボコボコにしたの許さんぞ。新レイヴン近接うますぎる。ミッション開始直後の不穏な状況からこのシーンかっこよすぎて興奮した。隠しボスみたいなやつがこんな中盤にとも思った。ステーションぶっ壊して密入生楽ちんにしてくれたから好き。時代を見極めるとか言いながら全く意味のない死を迎えたから許すよ。オペこのポエムだけが原点。旧作のオペはポエムなんか読まないもんな。昔話をしてあげる。君はオペ枠として議論の余地があるぞブルーマグノリア。コーラルなんて紛争の種研鑽時の元を封じ込めておきたい封鎖機構。すげえ万能物質使い手で集まる企業。ルビコンで生き続けたいルビコニアンに対して画像のスタンスは何なんだよ。おそらくアンチ封鎖機構。ブランチが自由主義ハクティビストっぽいからルビコンに管理体制敷いてる封鎖機構死ねだけで動いてる感はある。私はくだらない封鎖も企業の抑圧もこの世からなくしたいんだ。自由通貨、もはやアナーキスト。プロも動画が封鎖機構とバチバチやってた時のやつかなぁと勝手に思ってる。レイヴンは管理者アンチだからな。よくよく見たらホバタンの設計図もこいつらにリークされててダメだった。ダム防衛では諏訪増援かと思ったんですよ。1対3始まった。3人がかりでダムでボコられるのってほぼダナムだな。見届けようというのね。3対1で負けながら。これダサすぎて笑う。すみませんでした、この名義を返しします。なんかいろいろ知らないことなさってたみたいで、皆さんのこと勘違いさせてしまってご迷惑をおかけしました。レイヴンさん、返せとは言いません。返させて。返せとは言いません。むしろもらってください。レイヴンの条件その1、無口。感情希薄なレイヴンが無口なのはわかるけど、新レイヴンもなんで無口なんだよ。なんか言ってよ。プロの独立傭兵はオープンチャンネルで通信しない。ブランチが独立傭兵チームであるからオールマインドとのつながりは間違いなくあるんだけど、互いに言及が一切ないのがね、余地があるね。こんな好き勝手やってよく仕事が回ってくるもんだ。強いからな。というかエイムちゃんからしても正体不明らしいし、本当に仕事もらってるのかなこの人たち。自前で情報持ってるだろうから、バラマキ以来から情勢めちゃくちゃにすると案外できるんじゃないかな。まあでもおかげで最終的にこっちも他人の捨て垢で放火して姿くらませられたし、最終的にこっちも放火の罪を押し付け返してバックレるから歴史書に載っちまったぜおい。封鎖機構の人たちとっくに別人って知ってるから押し付けられないと思うよ。ブランチ集合して一気の AC を撃破する作戦って言われて、到着目前で目の前で仲間に帰とも撃破されて戦闘突入って、新レイヴンの立場としては話がちげえよってなるよね。なんで遅刻してきたの君。自由の象徴みたいな顔して作中じゃ煽り荒らし嫌がらせみたいなことしかしてねえ。自由じゃん。自由無責任。なんかめちゃくちゃ強キャラ感出しながら現れるも、あっという間に沈んでいって何しに来たんだってなったやつ。こいつよく見たら体初期期待じゃん。
なんかブランチが裏で621の支援とかいう名目でろくでもないことしてそうで怖い。解放者ルートだと残ってる企業勢力楽しく壊滅させてそう。セリフ聞こうとしてサイプレイで気づいたけど心霊文はこっちが C4621 だっていうのを知ってるんだな。この呼び名他に知ってて使ってるのオールマインドくらいだよね。ウォルターとカーラとスッタとオールマインドだね。封鎖機構からするとあのクソ霊軍が輸送機ごと落ちたって寄って生きようようと見に行ったら、なんか頭部パーツだけ違うけど首から下が同じやつがいたからとっさに現地で修理したかって判断になるんだよな。開幕のルビコプターからしたら霊軍倒した後に霊軍そっくりの識別のない AC 生えてきたの混乱しかないと思う。そもそもなんであんなとこでスクラップになってたんだよ新霊軍の機体派。死亡偽装なのかラスケとかに狙撃でもされたのか。あいつなんか俺が霊軍じゃないの知ってたし。なんでわざわざラド製の安物を使ってんだろうな。多分100周目くらいで初期機体縛り合ってたんだろう。オープニングステージの機体よく見ると霊軍のだけ被弾痕がないから意図的に輸送機ごと落としたのかもな。というかコーラルリリースが目的のエイムちゃんから依頼もらって遂行したら大々的に犯人にされてエイムから距離置くために死亡偽装したんじゃないかな。エイムちゃんが有能な黒幕ならありえそうな説だ。有能な黒幕ならブランチ関連の情報いろいろ薄いしブランチルートは欲しかった。襲名性なら別にそこに収まったっていいじゃん。ブランチについては次回作とか DLC で掘り下げあるかもしれない。新霊軍の意思を次は苦情封鎖機構を潰す。あの霊軍さん、名前を継ぐにふさわしいかどうか判断するのに試すの戦闘力だけで本当にいいんですか。飛べる翼を持っていればそれで良いという判断。最終的に自分の意思でいろんなことやらかしそうな雰囲気を感じたからいいよ。それまでの嵐混乱の元っぷりからふさわしい人物であると判断しました。こいつの目的わからなかったけど、とりあえず自由求めてたん。自分の意思で何かやるわけでもなさそうだし、企業呼び込んだのも誰かに依頼されたんだろうな。コーラルがありますぞして企業集めて得をするのは、多分企業にいい感じにコーラル吸い上げてもらって利用したいコーラルリリースしたい税だけだとは思うんだけど。ブランチに関しては情報が少なすぎて全部憶測になるね。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。